駅舎入り口ホームより東三条方面を望む北三条駅は新潟県三条市元町にある東日本旅客鉄道や彦線の駅である短式ホーム一面一線を有する高架駅線路南側にホームがある JR 新潟ビジネスが住宅する円三条駅管理の業務委託駅地上階にポス端末が設置された 改札検証の出札窓口があり、指定券も発売している。ただし、越後ワンデーパスツーデーパスなどの特別企画乗車券は購入できない。営業時間は7時20分から14時20分。このほか簡易スイカ改札機、自動券売機のほか待合室、自動販売機、トイレなどがある。なおバリアフリーの取り組みとして、 改札内コンコースとホームの間を連絡するエレベーターが一気設置されている。電化開業まで単式ホームと島式ホームの2面3線で構成されていた。また、高架化工事前は緩やかな三角屋根が印象的な駅舎だった。JR 東日本によると2019年度の1日平均乗車人員は360人である。近年の推移は 以下の通りである。本町通り。左奥にはかつて百貨店、GMS の、丸、吉があった。駅南側に300メートルほど離れた地域は三条市の、古くからの中心市街地となっている。当駅周辺には三条八幡宮や三条別院など、神社、仏閣が多い。三条別院の門前は、本寺工事と呼ばれ、歓楽街の要素がある。 三条市周辺のバス路線図。高速バスは別図三照高架下の北三条駅停留所からは、市内循環バス、ぐるっとさんが、駅南側の北三条駅停留所からは、デマンド交通、姫さゆりが発着する。詳細は三条市の公共交通を参照。また、図に示したように、中心市街地の本町からは、越後交通よび新潟交通観光バスが、 運行する数多くの路線バスが発着するほか、新潟方面の高速バスも発着する。ありがとうございます。